買ってみたんだけどさどうこれね新しく買ったのどうですか皆さんあのよかったら x の写真とか見て感想くださいカラコンをね普段と変えてみたなんか縁はあるやつあそう先輩レッドブンブンじゃう5分よくわかったねそう先輩のレッドのそう真っ赤真っ赤だな かわいいありがとう。のぶパンくもありがとう。今日のオンラインお話し会もありがとうね。今日の写真可愛すぎて仕事終わりバリバリ元気でた。えー、ありがとうそうなんか今日ねなんかあのー、ホンピーが撮ってくれたんだけど。 あのフラッシュでフラッシュをたくと漏れるってことをねほのぴが気づいてくれてそれであのとても可愛い写真を撮ることができました全身写真はれいにゃが撮ってくれたありがとうほうちゃんれいちゃん今日一つの行事が終わったからこれからたくさんえまちゃんに会いに行くね待ってますありがとう嬉しいな何が終わったんだろうふなりんレインボースターありがとう大好きやちゃー それさゆきねほのぴーとレいニゃに頭が上がるね <laughs> ありがとうございますつれづれくまありがとうありがとなほのぴーれいにぐちょぶあしたの話しかけ楽しみです明日はえっと 1>, 1部2部3部の3部制初,初3部制なんだけどえっと1部がえっとディズニー服だから普段の私服にカチューシャとか合わせた感じの服にしますで2部が春日なので春日のコスプレえっと夏服です夏服のコスプレでえっとですねえっと思い出せ思い出せ3部が 三部がいやさっき見たんだけどなホノピープロデュースです三部がホノピープロデュースの洋服なのでちょっと楽しみにしてますどういう感じなんだろうホノピーに前髪とかメイクとか着とこうパッツンが良かったりするのかなちょっと聞きますえっとこの3つでうんって感じですで一部が「 えっとあのメッセージカード企画ということであの3枚っってくださった方にメッセージを書きますちょっとあのキャスト三分にちょっと可愛い感じで書こうと思ってたんだけどあの今日メンバーがねメッセージ企画やってたメンバーがいて結構時間が足りなそうだったのでもしかしたらあの私字が下手っていうかちょっとあの。 あ,あんまり得意ではないのであのちょっとてか結構ねあれやから <laughs> ちょっともしかしたら普通の文字になっちゃうかもしれないけどあのそのそメッセージカードは自分の写真と自分,自分と一緒に写真を撮ってあのルームスに、えっと、全員見れるようにしてアップするのでよかったら思い出作ろうっていうのと3部のホノピープロデュースの時が えっと、イラスト企画だよねイラスト企画であのー、何でも絵を描くのでちょっとペンもねなんかいろんな色のペン買ったからあのそれで描きます。であの参加の方法が、えっと、またどうしよう今日今日後でツイートしようかな。 あとでツイートしてあでも明日の朝の方がいいかいや今日の夜がいいか今日の夜にあのツイートしておくのでそれで見てください名前の後に書くっていう漢字を書いてもらうイエスはい「うむ」 ですで企画参加は3枚からなので皆さんそこはご注意くださいそうメメッセーージジ系事前に書いてる子多いイメージあるそうイあそ私もねそれすごく悩んだんだけど事前に書く系ってその前にツイートで名前書いといてくださいとかそういうのがあってで私 で私が忘れっぽいっていうのもあるから忘れっぽい私が忘れっぽいっていうかなんかやっぱりそういうのでなんかツイート逃しちゃったりとかして本当は企画に参加したかったのにツイートに名前書くの忘れちゃったから企画参加できないやとか、あのー、そういうのがあるのは私がすごく悲しいからでも私も忘れっぽいからそういうのがね結構あるタイプなのよ。そういうういのもも考慮してだったらもう私がもう 本番書いた方が本番ってかあのその場で書いた方がみんな参加できるしいいなと思ってそう絶対に絶対にねいると思うんだよその「え本当え企画に参加したかったけどそんなんあんの?」みたいな「え事前に名前えツイートに名前ポストしなきゃいけなかった?」みたいな「わ知らんかったわ」っていうのはマジで悲しいからちょっと。 書く感じにし,ましたちょっとほんと悩んだんだけどねそうごめんねライトはラブレターありがとうラブピノ食べたよあ私もさっきちょうどジャストでピノ食べました今日は何もなかったっすね <laughs> ラミテンクマありがとうありがちそう ズレズレ押ししかカタンありがとうカタンありがとうカタンゴトンカタンゴトンはいですそう私もめっちゃ考えたんだけどねなんかそうライトマンレインボースターありがとう 名前ってお話アプリの入室の時に書く名前うんどういうことお話アプリの入室の時にえっと書いてほしい名前で参加してください。波レインボースターありがとう今日の「れいにゃ」は書いててつむじしか見れなかったとかそうそれをねあのー。 それをどうにかかしたいから私はちょっと頑張って対策しようかなと思ってます。そう3枚がね意外とあの思ったよりも短かったっていうのをメンバーから聞いたのでそうつむじだけだと悲しいから逆に書くとしてもなんかここここで書くとかここだったらさここ下向いてても顔は見えるじゃん。こうやってやるよりかは何か例えばさこういうボードみたいなのを持って これを机にして書くとかにしようかなって思ってます。したら。こっちは見てるけど、顔は見えるから。で。見る時とかも見れるから。で。やろうと思ってます。そうつむじ。お話からちょっと悲しいからね。最低限の名前だけでも書けていれば、後で摂取できるから、さらに。確かに。そう。確かに。うわ。 いいこと聞いたそやね名前書けてればあとでゆっくりメッセージ書いてもいいしねはいそう書きながら喋れるように頑張りますでもし無理だったらもうちょっとあの名前書いてちょっと書いたら中断して喋るであとで書くそうお話し会だからお話ししなきゃ もうありがとう !LOVEYOU 例えば「ゆうくん書く」で OKOK!、OK OK、そう名前明日企画に参加したい方はそのアプリで名前を入力するときに自分の書いてほしい名前と プラス書くっていうあの漢字書くっていう漢字を、あのー、書いてくださいちなみにあのー、名前は、えっと、すごく難しい漢字とか来たらそれに時間食っちゃうのであのなるべく簡単な漢字だととても助かります。<laughs> さんありがとうありがとうありがとう <laughs> ちょっと待ってなんかありがとうありがとうおもろい手相が可愛い,い本当に言ってる手相が可愛い,いとかある私ね手相が濃いんですよ見てねめっちゃさこうやってわってしなくてももうねパッて開いてもね手相がくっきり見えるんだよなんでだろうなんか別に砂がついてるとかじゃないんですけど、ね、これはあのどんだけ手を洗ってもあれですあの 汚いいいいととかじゃないんでちょっと安心してくださいはい、そうすごいすごいすごいあの難しい感じじゃなければあのあのそう簡単簡単だとすごいあのいろいろお話できたりするかなっていうお花感じですコメントは今ちゃんのアドリブに任せて OK 任せろ バラは難しいよねバラ難しいねバラはバラは時間かかっちゃうねあのはいあちょっとやばい難しい感じが出てきたいろいろやめてくださいもうすぐパッパってかける感じだったけどねそうっていう感じで一応やってますイエス どうかなやっぱりもともとオタクだったからさそういうそういうのを頑張って考えてみたゆっち美人やね本当にちょっと今ほぼメイクが落ちちゃってるんだけど美人嬉しいでもアイラインとかないでいえ、yeah. ういけますね全然関係ないけど赤い服って珍しいねブンブンちゃユッチの顔を久々に見た本物ですか本物です公式マークつけようかそう54分のいける24時まで 明日やばい私企画初めてだからさもうすでに緊張してるあも,うすもう練習したいもんねすでに今でその企画のやつで着替えなきゃいけないしかも洋服がさ3部全部バラバラだから着替えなきゃいけないんだよねだからその着替えの時間がさ間に合うかなっていうちょっとドキドキ感ある正直いけるかなちょっとドキドキ でそのさ企画もさその企画でやったさ服で写真撮りたいやんだからあのもしかしたらあのお家に帰って夜ちゃんとメッセージ書いて、あのー、あげるかもそうだからあのマジで「早着替えやねんなそうマジで衣装みたいに重ね着一色」ってめっちゃありやなそれ。 春日夏服やしなギリいけそうな感じするギリギリ耐え耐えれるもう脱いだらすぐそれでみたいなね西山赤色めっちゃ似合うねかわいいえ嬉しいありがとう私赤がね一番好きな色なんですめっちゃ嬉しいペンライト1本だけにするなら何しますかって言ったらマジで赤えそう本当ははこれめっちゃねあっ15分経過ってことで時間がやばいんゃじゃんじゃ最後裏話だけ あのー、私ね本当はペンライトをね赤1本にしようとしてたんだ赤1本とか赤2本かそう赤だけにしようと思っててペンライトをでも、あのー、かりんさんが赤だから赤と黄色にしました黄色はあの似合うって言われる色赤は好きな色っていう裏話でした赤大好きマンだから。 よしじゃあ明日は対戦よろしくお願いします。カラコンかわいい。寝る前に撮ったやつ中が。あごめん。これワンマウス。なんだあの1か月使えるやつ。残念。名前だけで十分。あと喋ろう。全然ありそれでも。今日7枚重ね着してプロール重ね着の。待って。やばマジで時間が。これちょっとやばいからね。頑張りますねほんまに。そう。 先に、先に順序、もうちょっと不安だから。十三位、リアさん。三。十に終わりなき旅三。十一位、とんちゃん。十位、何なにわな、きんどさん。九位、しおまよ。八位、みんなの白米、ハクハク七位、ゆうくん六位、のぶぱん。五位、かぶとさん。四位、ふなり。三位、ライトワン。二位、なみってん。一位、つれづれさん。ありがとう。じゃ、ちょっと会話しよう。みんなと会話大好きだから、私。もう、ギリギリまで会話してたい 手元に時計がないでもあの時計は狂ってんだそこの時計はあれは狂ってんだどれどこう家の時計マジでさパクってさどの時計があってるかわかんないんだよね,ねマジでみんな59分になって教えてくださいそしたらもう配信切れます早口 <laughs> 明日よろしくお願いします振り袖のいない自分で選んだ振り袖はまだ決めてないはいはいありがとう 58分58分58分寝坊したらごめんねアップルウォッチしてアップルウォッチ手元にないよし59分じゃあということで明日待って0時59分やばい23時59分じゃあ明日もまたバ,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 バイバイ